同じく一発食らって砲弾大破。動力は異常ないんで自腹修理は動かんでよ。安い損失だ。まだ飛べるようならついてこい。封印されていた遺跡の標識に来てもかくて、まさか教団がここまでするとは想定外でした。先日の柏に学ばれるのもそうでしたが、意図的に最後を振り向こうとしているんだ。防信具解除の証明を渡したくないようだったが、そのためだけに星神を叩き残したってことだよ。なあ、なぜじゃないの。この星神ってのは何の宇宙のことだよな。星神様は島々の守り神みたいなもんだ。聖少女って呼び方は聞いたことがねえな。 B 君の質問についてですが、おおむねその通りと思ってもらって構わないでしょう。空域ごとに歴史や文化が異なれば、同じものを指す言葉や表現も変わってくるものかと。ローランさんは聖少女と星神はそれぞれのルーツについて知っているようなの。エーテル砲が復旧したようです。上から来るぞ。さっきの場所に戻り試してみてください。音が聞こえなくなったが、どうなってる？エクスカリオンが張ったと思われる。砂の結界で防がれてしまいました。さすがは鎮守を司る星神、多様な守りの力を有していますね。感心してる場合かよ。このままじゃ復活しちまうんだろ。そうだ、
背中に近づけるんじゃないかしら。背中を目指すならばそれが確実か。そうと決まったら急ぐぞ。登れそうな足場を見つけようぜ。しばらくは膠着状態が続くでしょう。皆さんが視認できました。コアのある背部はその先ですよ。見えたぜ。きっちりお返しするぜ。待ってください。
完全に停止しました。君も無事で何よりだ。ところで先ほど手に入れた触媒だが、この通りだぜ。よかった。あとは教団からルリアを取り戻すだけだな。はい。でもよ、ルリアを取り戻すっても教団の奴らを探すところからだよな。それについてはお任せください。赤い骨の行き先は掴んでいます。マジかよ。ええ、マジですよ。彼らが向かった先は閉鎖当初フォンダーン、地中深くにマグマが流れるとても危険な場所です。火山のような場所だろうか。なぜそんなところに。詳しくは船でお伝えします。さあ、グランサイファーへ。俺だ。話の腰を折って悪いが、俺らはここに残る。もし異物を入手してたら、後でシードホルムに来い。俺が鑑定してやろう。特別サービスでお願いします。言うね。考えといてやるよ。お前らの力は理解したが、やばいと思った時はいつでも頼れ。どうか。じゃあな。ふたごんじゃねえぞ。